Good afternoon, everyone. I would like to thank you all for coming here today at the press conference with the J-pop idol group, Ubisu Mascots. Let's give them a round of applause. Magandang araw! Magandang araw! Ako po si Mihiro! Mahal kita, Philippines! Ako po si Shina Tatsumi! I'm Japanese and Chinese half. Maganda araw. Maganda araw. Ako po si Kana Momonogi. Shigarias. Masarap. Kumon star sa inyo lahat to. Ako po si Masami Ichikawa. I'm the leader of this team. よろしくお願いします。マナナラ、アコポシユキヨシザワ。I'm a half Thai and Japanese. Nice to meet you. マナナラ、アコポシアヤカトモダ。I love Philippines! よろしくお願いします。マガナアラ、アコプシヒロミ小林。エンジョイバカよ Thank you! Again, we are the Ubisu Mascots. Good afternoon and welcome to the Philippines. Jay Agonoy, Wiki Shakes. How do you find the Philippines so far?私初めてなんですけど、男性も女性も目が合うと微笑んでくれるので、本当に穏やかな気持ちになれるので、すごく嬉しいです。Thank you very much. A follow-up question. I would like to ask this to the leader of the group. What do you think is the most challenging part of being a member of the Ubisu Mascots? 一員としてチャレンジングな部分は、言ったら全てなんですけど、バラエティもそう、歌もそう、ダンスもそう、すべてが本当に毎日チャレンジの連続で、ただその中で、一番チャレンジしているっていうのは、今こうやって海外に来ているっていうのが初めての試みなので、そこにこれからはしっかり力を入れていきたいなと思っております。Just a question to everyone. Where do you derive your inspirations for your music?私はですね、すごいマスカッツはバラエティーもすごい挑戦させていただいてるんですけども、そのバラエティーの中でいろんな全員で29人いるんですけど、皆さん個々のこうなんだろうキャラクターがたくさんあって、なんかそういうのを楽しみながらダンスや歌でも出せるというのがすごい楽しいので、私はそういうところを意識してダンスや歌に挑戦しています。私はちょっとステージに立ったりとかテレビに出たりとかする上で、やっぱり人に見られるということなので、普段から街中に歩いてる時とかも、私は大女優だみたいな感じでめちゃくちゃ自信満々に歩いて、歩いてっていうか、普段から人に見られてることをすごい意識したりとかしてます。でそのおかげでなんか自信もつくし、ステージでも自信持ったパフォーマンスができるかなと思います。私は私たちの世代の前の初代マスカッツさんをからずっとお世話になっているマッコイスディレクターさんがすごく面白いなと思っているので、尊敬しているので、そのディレクターさんと一緒にお仕事ができるっていうことをすごく嬉しく思っていて、それがやる気の源というか、はい。How was your stay in the Philippines? お買い物に行ったんですけど、値切るのがすごい楽しかったです。フィリピンの方すごい優しくて、しょうがないなしょうがないなってどん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 値段下げてやったみたいなすごい優しかったです。そうですね、やっぱ私初めてフィリピンに来させていただいたんですけども、ご飯がやっぱ美味しくて、あと気候も今日本はすごく寒くなってきてるんですけど、暖かくて過ごしやすくて、もうすでにまた来たいなって思っております。はい。
こんにちは。こんにちは。During your performance, like, what are your like your pastime during breaks? フィリピン語を教えてもらってます。はい。デレデレ以上。今日はすごい大きいショッピングモールの中にあるので会場がちょっとショッピングモールをちらちら見たいなっていう願望があります。まだ叶ってないんですけど、いろいろ入ってて楽しそうだなと思って見て回りたいなって感じです。と今回のライブのためにいつもとは違うフォーメーションとか歌わりとかを私たちやるつもりでして、なので合間にその練習をみんなでしたりしてます。In the half world. My question is, what do you feel when you heard that you have fans here in the Philippines, and what can you tell them for your fans here in the Philippines? はい、すごい温かいお言葉ありがとうございます。そうですね、今回私たち実は海外の方向けにも曲を作ってきているので、フィリピンの方はすごくカラオケとか音楽が大好き、ダンスが大好きというのを伺ったので、ぜひ私たちの曲でも皆さんが楽しんでいただけるようなライブになったらいいなと今回思っています。 Or my perhaps the question, what makes Ebisu Muscats different from other idol groups?今のアイドルというとやっぱり正統派アイドルとかがすごくやっぱり主流になってくる中で、私たちはどちらかというと逆境アイドル、そういうバラエティとかで体を張って可愛いだけじゃなくてまず笑いを取る、それを番組だけでなく歌やダンスにも生かしているというのがマスカッツの強みだろうなと。あとそれぞれ実は本職が違うんですよ。その個性も生かしているのがエビスマスカッツだなと思っています。 I'll ask this to the leader once more. Do you think of future generations of Ebisu Muscats? Well, do you think there will be a future generations of Ebisu Muscats? ですね、実はこれまでもすごくたくさんの子が入ってきて、たくさんの子が卒業していきました。その中でやっぱり今までなかなか後輩のこうお世話をするじゃないですけど、そういう体制ができていなかったので、今ちょうど新しいメンバーになるんですけども、16人入ってきてやっと先輩と後輩のいい関係ができてきました。なのでこれから入ってくる子たちにもそういった過ごしやすい環境づくりの中で個性を伸ばしてもらえるようなこうチームでありたいなと。先輩もそのためにみんなすごく頑張ってくれているので、後輩もすごくついてきてくれています。エビスマスカッツは本当に力を合わせて頑張っているチームです。初めて会った時、お互いの第一印象はどうでしたか？yeah, when you first met this, what was your first impression of each other? 怖かったです。私は一番年上なんですよ。みんなと10個以上違うので、話が合うかどうかも不安でしたし、この若い子たちのテンション、高いテンションに一緒にこうついていけるのかっていうのが不安だったんですけど、今はなんか、テンションはついていけないですけど、なんかみんなのことも知るようになって、楽しくやれています。グループとして一番印象に残っている思い出は何ですか？What was the most memorable moment for you as a group? いろんなバラエティ番組とかの収録っていうのもありますけど、私個人的にライブで遠いところに遠征、みんなでメンバーで旅行に行った時に一緒に露天風呂に入ったんですよ。でまじまじとメンバーのと裸の付き合いをして、
ちょっと照れくさい気持ちもあったんですけど、絆がより深くいろんなことを知れました。A follow-up question: How do you bond together as a group then? メンバー同士は結構仲良くて、リハーサル終わりとか収録終わりとかに飲み行ったりご飯行ったりっていう交流を個々でしてます。全員で行くっていうのはなかなか打ち上げとかじゃないとないんですけど、行くメンバーは行ってます。はい、今回フィリピンは初めてということなんですけども、今回のステージでちょっとでもフィリピンのファンの方々のハートをわしづかみにできたらいいなと思っております。ちょっとでもエビスマスカッツのファンが増えて、マスカッツの曲を聴いてくれたりとかしたらとても嬉しいです。でまたこれだけのメンバーとは言わず、29人でまた来れたらいいなと願っております。今日はありがとうございました。To end this press conference, I would like to thank you all for coming here today. And tomorrow we will be having our press conference for Seikamatsu Blue at 3:30 p.m. Again, Yubisu Mascots. Thank you.